あ,あ、わかるあいるー増えてるーおっそっす夜回り三続きいきますマイクロペーサーとずるしく さついに学校までやってくることができましたよんで夜の学校に入るためにうん夜だから学校は閉まってる入れそうな窓はあったけど高くて届かないやはしこみたいなものがあれば窓から中に入れそうってことなんで体験版でも学校に入る的な感じはあった たんで同じであれば脚立があるんじゃないかなって思うんですけどささささささこの辺のマップの感じは体験版と同じような感じだね体験版ではあそこで麦が出てきたよ猫の麦が出てきたけどいねえな ええ、体験版ではこっちに行けなかったけど、ここを開けとくことができるんだね。開ける。うん。これはでも、あっちに戻れるルートやもんな。ここは飼育小屋じゃなかったっけ。こんにちは。こっちは行け、行けないな。あら。なんもねえや。 体験版と変えてきやったな。<laughs> うんってことは体験版では行けなかったエリア行くわけですねこっちの方は確か行けなかったんじゃなかったっけあ正門か正門側の方がこっちかマーク閉まってるでしょ ないでしょうね、うんさっきの窓から入るしかないかももしくはこの辺頑張ってふら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 っくわっふわっ開かんへんなフフフお前のフフフお前の早急じゃ無理やったか。 ピッチング練習せなあんかんなあーこっちがあーそうやね門のところやねこれも開けとくことができたりはせんわな掲示板看板に張り紙が貼ってある生徒たちに向けた注意書き中庭にゴミを捨てないでくださいって書いてあるうんんブブ。 西もいっぱいうんーこっちにも脚立的なものがねえよないやーいくら思い出 <laughs> 思い出がね思い出せへんようになってるからってさ夜の学校に一人で行くってめちゃめちゃ勇気あるよな <laughs> 絶対無理や俺うんー 今住んでるとこの近くにあっハエみたいなおお今住んでるとこの近くに合併によってもう使われなくなってしまった小学校が近くにあんねやけどさ <laughs> ああ怖い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  夜…そこの横通るだけでも怖いよね夜の学校ってね廊下とか見てもし中に人いたらどうしようみたいなあの恐怖感あるよねここは西部うーんこれグランドよねグランドはグランドだけ もうあいつがいるだけやな。ってことはこっちにも何もなしこれはノートの切れ端読んでみよう学校の七不思議って聞いたことある対処法はし…とかないとお化けに会った時に殺されちゃうんだってさあはあ。 うちの学僕にも教えてよおー学校では七不思議全部体験する感じ一つ目の噂はね真夜中に学校に入るとのっぺらぼうの大男に首を切り裂かれるんだそれって本当なのあったらどうすればいいのどこかに逃げ込むしかないね <laughs> 対処法 <laughs> おい誰かと誰かの交換日記かな 交換日記の切れ端よえ逃げ方が書いてある逃げ方じゃないやろ <laughs> えがむしゃらに逃げろってかなんか音するガンガン言うてるヤバそうあシャッターやな 動いてたよその目の前に脚立怖いライトがライトがつけれんくなの怖いなんか足音するはっはっ来てる いや、来てねえなこっちから足音とするあれえこっちからするよねやだああうん藤堂さん いやどうなったなこっちから足音すんにゃグランドかあの人本読んでる人が歩いてる二宮あいや違うこっちも足跡遠くなるこの辺になんかあんにゃやだー <laughs> 二宮金次郎像もさえー、歩きながら本読むなんてよくないよって最近はあんまり推奨されてないって聞きますけどあどう,したどうしたどうしたどうした警戒うん 足音してたもんねうっといっくっ <laughs> こいつやんかまもったのっぺらぼう男ってたぶんはっはっはっど,どこうスタミナがない逃げ込めどっかにはい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 大男あ もう来なくなったはいバカーはい俺の勝ちー急に来たな学校入る前から <laughs> もう出てきたなこっち行こうくらーいうっ どうなんでよはッはッやめてやめてやめてまだ来るあいこないスタミナ管理大事んやねあいつ七不思議であんなんいたっけのっぺらぼうか持ち大男 足がちょっとタコみたいに何本もあるやつまたきそいな簡単に生かしてはくれないよねどっちだったっけこっ,こっち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 はいはいやばいスタミナが <laughs> スタミナがねえまだくるもういやまだくるもう 何回も来やがって。ああ、誰か人間さんは、どっかにいませんかずっと一人。麦もどっか行ったし。ほんま、使えへんな、麦。<laughs> ちょっと一緒に行動してくるよな。お前がふしゃーって言ってくれるだけで結構気持ち的に助かんのよ。うっと、まだ来る。

死にゼミはい頑張れば通れそう通れやっとこれで学校に入れるいやーなーはい入りたくないなー <laughs> 入んのー 校舎に入らなきゃすげえ精神力大人でも入るのためらうのにさ子供でしょちびるちびる暗いいつもの学校と全然違うってことはいつも行ってる学校ってことやね 何か大切なことを思い出せるといいんだけどすごいないいんちゃうの思い出さなくてももう呪われてもいいんじゃない呪いが何なのかまだよく分かってないからさはあ、でもその諦めない心素晴らしいですよ子供ながらにしてん何か落ちてる もうこれが思い出やったら <laughs> えずズコーってなるけどん汚れた五円玉どうしてこんなところに黒ずんだ五円玉錆で色が変わってしまった汚れている五円玉これはお地蔵さんにはお供えしないでおこうなぜそう判断したんでしょうねんげたばあこあって こっち側からは鍵解放とかもないよねなんかたまに音するよねで今さっきのはてなはないやこれなんやんはてなが出てきたってことはどっかなんか触れるものが近くにあると思ったらなんもないぞ 何やん？なんや。はてん？はてな。はてなの。ん？元がどこにあるのか分かんねえな。あ、あ,あ、ここかここ、あ、ここが門やったってことか。鍵かかってる。あ、開けれる。 蹴れるんじゃんそう出られさうんまんではまだいいわオッケー逃げ道確保掲示板張り紙が貼ってある「知らない人を学校に入れないように」って書いてあるまあまあまあそりゃそうでしょうけどさあ地チーズ。 なんか今音してるな足跡足音してるな学校の地図が貼ってあるうん立ち入り禁止が多いねこっちは行けないコンパスコンパスはコンパスでも綺麗な円が描けるあそっちのコンパスかい <laughs> 算数の授業で少しだけ辛かった覚えがあるでも役立った覚えはないえー、結構これで遊ぶの楽しかったけどな俺は針ツンツンしてるだけでも <laughs> 楽しかったけどなそっちのコンパスかいてっきり東西南北分かる方かと思ったけどそうじゃないのねでなんか音してんであいつじゃんこの音 おそっちえあれんどうした逃げなきゃ閉めなきゃうっメートじいのー勝手に閉じてるわなんか来てます 何かが止まって帰ってさっきの釜持ちじゃないんかなはっ職員室勝手に入っちゃったあ動ける。 開かない <laughs> それの方が怖いめっちゃモニターブラウン感でかいうんーあ合ってんだこれか先生の日誌先生が書いたノート知らない名前の生徒のことが詳しく書いてある私も先生にこうやって書かれているのかなあら 授業良くないとか小学校の時は5段階評価とかそういうのじゃなかったんやけどさ俺みんなもそういうもんできるよくできねよくできるできる頑張ろうみたいななんかそういう3段階評価やった俺はもうほぼオールよくできるやったけどな <laughs>、はあ 優秀生徒やったよ立候補してないのに学級委員長に勝手にされたよ <laughs> 投票で勝手に俺の名前が1位取ったよ <laughs> 僕立候補してないんですけどってえ立候補してた翔太君がかわいそうやったよ <laughs> 俺よりも <laughs> 票獲得してなかったよ わかんない。えどっから出んにゃこっち側にあれかもう一個。おやんあれなんもないよね触れるもん開かないってなって、うん普通こっち側にもう一個。あったあったあったどのへん どこあこっちうん結構奥行かなあかんやな行きましたあさサスマタール昔とはまた今の小学校って結構変わってんのかなまたノートが落ちてるもう座高を測ったりとかなくなってるんでしょ今あんなに 雑魚長かったら、雑魚高,高かったらね、足短いっていじられたのにね、みんな。友達に七不思議のこと話したらみんな興味を持ってたよ。二つ目の噂も教えてよ。理科室の骨格標本は見てない時動いてる。骨格標本の前で目を閉じちゃダメ。わかった。みんなにも注意するよ言っておくよ。わあ、それで、幽霊とダブルできたらだいぶ困るな、それ。 目閉じたら幽霊避けれるけど骨格標本には襲われるああこっちが来ちゃったな南一回ってことは北があるはずなのよな確かオープニングでは北にいたんじゃなかったっけなんか。 北んでいじめられてたオープニングやった気がするけどあ渡り廊下で行くのね <laughs> あ理科準備室と理科室はあえー、こんなところに個数電話セーブかあ <laughs> そういうことね十円玉家の電話に電話を残した 留守電ねささささ理科準備室は入れない直接はジュそして理科室単純に思い出を今探しに来てるからもう部屋は入りまくるしかないよね骸骨は準備室のほうに置いてる あ、いる。こう行かなあかんってことよね、多分ね。<laughs> 準備室。鍵かかってる。じゃあ、骸骨さんの前を通らないといけないかな。ビーカー。あと何やったっけビーカーと、試験管と、 何だっけフランシスコみたいなのなかったっけ <laughs> ああうわあったなこんなあっためるやつやなこのキャタツみたいなやつ懐かしい出た人体の骨の標本これ動いたりはしないよね目閉じるー まだ動かへんってことね。<laughs> ここ出たら来るパターンなじゃあ。ささっ。まだ怖いわ。さ<っ>。う <laughs> ん。え、これ。なんでこんな黒い布がボロボロの。 何か発表会かなんかに使うんかいお日誌学校の七不思議を全部集めようとしてる子について書いてある集めると何かあるのかな七不思議を集めようとしてる集めるっていう概念はないやただ単に話を聞いたらいいだけんー こっち指導室とかやったよねなんか音してる指導室で音してうわいるやん来るあいつがウロウロしてるってことあ消えた分かりやすく消えたいやいるな音しとるな じゃあはちょいちょいちょい隙を見て入れってことか来るうわ来るねはいはいさよならはい今今度こそほら入れたわキャおててがちょっと向きかわいい <laughs> ね、指導室でおっ思い出系っぽいゃわは鍵か理科準備室の鍵理科室の奥にある準備室に入ることができそうあそこは薬の匂いがしたり骸骨があったりして苦手骸骨増えんのかあいつうろついてんなほんであっちに多分トイレあったんじゃなかったっけ いけるかなちょっとあなたを一回スルーして全然気づいとらへんなお前バカめささささささ行き止まりあ <laughs> 行き止まりだあれトイレあると思ったらどうしよう 目つぶって危ない <laughs> どっか行ってあれあれつ積んでますちょっとと取るよあっ <laughs> そうどっか行ってくれへんでも横通れたアホあほやあ動くなんやねんその感じせっかく目開けようと思ってんのにちょっとついてこない今うおー <laughs> あぶんな釜振っとるやんけ こっちにはなくもないけどそっち行かれると俺が行けへんなもう一回こっち帰ってきてもらわないとそう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 まあいい子いい子撮るねーじゃあこれで理科準備室行く感じやんなもしくは 3階いや,いやなあ骸骨やだなあえっしまった目閉じる開けるまだ動かないもう動きますよねあなた骨の標本 っち向いて <laughs> あーでも向こう向かないと準備室にははっさっパギどれだぬめこけんこの辺かあれ 7色、コンパス部品、ガラガラあれ鍵なかったっけどれやこれか。てか準備室んの鍵開いたくんなよ。さっじゅも意外と同じような感じ。もーっとなんか俺の知ってる準備室いろんなもん置いてあったで。 こんな授業ができるような場所じゃなかったけどな渡り廊下の鍵あっち行くのか北と南の校舎をつなぐ渡り廊下の鍵昼間はそんなことないけれど夜に見る廊下はすっごく長いあわ分かるあいるー増えてるー <laughs> いつの間に本当に動いてるんだ何感心ししとんねこれでもどいどいてくれないなこの辺で一回目閉じてはもっと動かさなあかんなドッグンあれ動いてる あ動いてる <laughs> ただちょっとど,どいてもらわないとは近くにいるやつだけ動くななんかそういう感じで動かしていくのほらこっちだよー <laughs> 怖はいはいバカ目目閉じなければ大丈夫なんかテレサみたいにこう常にそっち向いとかなあかんとかそういうわけじゃないのね開かないどいて <laughs> 通れないこいつをくああここ微妙な場所 おっつーで、次お前はいっどれへんやっけ引きつけて引きつけて引きつけておい <laughs> おい <laughs> はっタイミング難しいなおい つけて引きつけてドンじゃねえわ一瞬でちょっと目閉じでも全然大丈夫ってことやなはいはい音通れないねあミリじゃあかんのか こいつを動かしたいんやけどないや来ないなこいつだけ来るなこっちにうんお前に来てほしいんだよこっち動かへんなこいつ全然こっち通れたわあ行、はい、けた行けた ああもう <laughs> ああもうちょっと通れへんやからあっはいはい通らせろやい。 二度とくんなお前ら勝手にしまった入れなくなった3階は別になかったんやったっけ10円公衆電話あってあいけねえ感じかな ってことはもう向こう渡り渡うか下渡っていくしかないね一応三階3が多があると思うんやけど南側は2階までしかないとかあり得るさっさっさっさはっ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 であなんかある。 さっきはなかったはずの紙またノートか読んでみよう3つ目の噂聞きたい聞きたいこのワンクッションだけで1回交換日記やってんのよなこいつら <laughs> 大変やなの2階のあ二2階の渡り廊下にある 大鏡の前に立っちゃダメだよ鏡から大きな何手か手が出てきて鏡の中に引きずり込まれるからちょっとやってみたいんお,おおおーお,おおあ、これこれ鏡やったんや 確かに大鏡じゃ大鏡いいじゃあっ手長かったただいまってことはどう遠目に遠目に歩りておけば大丈夫あ,あ、全然やっけ 渡り廊下はかいかかってるみたい渡り廊下来ましたあ,あこういうき、うん、またあいつかこういう系の渡り廊下か外見えないタイプね見えないタイプっていうかちゃんと壁あるタイプね来ました北側 ん,ん、ここは思い出した場所あここかこの辺りで何かを落としたはずいつの話な元気に挨拶って書いてたよあれ <laughs> もう一つ見えなかったのようん鍵がかかってる 中に入る方法を探さなきゃまず地図見よ地図あ一1階と3階あるでうわ電話鳴ってるああなんか血空き教室が血だらけトイレ生徒会室教材準備室図書室いっぱいあるね いやだねこっちの方だね電話鳴ってるのねでもデジタル系の音だねはあーまずは読み物以下のものは学校に持ってきてはいけませんお金お菓子ゲーム募集して親に直接返却します生徒会員も見つけ次第募集に協力します 書いてるの、こんだけですけど、ここに書いてないものやったら、持ってきていいんですか。いいそう。誰かいいそう。うんー。これか。ブブ、十円やっけ。教材準備室。うん、スルー。うんー、こっからなってんのかな、でも。 え公衆電話が鳴ってんの音が止まった <laughs> <laughs> これはああ、二つの鍵美術室の鍵と音楽室いや,いやね美術室も音楽室も。 両方とも多分なんか動き出すよね。うーん。さっき電話鳴ってたけど、特に何もなしか。セーブ完了。大丈夫っぽいな。オッケー。じゃあ一旦、学校のここまで来たところで。あ、はあ、また。<laughs> この後学校のまだ あと、今何個目やったっけ三つ目が終わったからまだ、あと四不思議ぐらいあると思いますけど、この続き、また次回です。頑張ろう、夜の学校。それではまた。よろしくどうぞ。